今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今なにです。 TBS 日曜夜9時放送のビバン1話の感想です。いやーすごかったですね。いや本当 TBS が日本の失われた30年を取り返す時がやってきたっていう、本当そのぐらいの感じですよね。配信コンテンツや NHK ドラマを超える予算だったんじゃないでしょうか。もうともかくキャストからスタッフからロケ地の映像からもう全てが映画級のクオリティで、もうすごく圧倒されつつも、うわぁこれは1話だけでも1億はくだらないわとか、もうそんなことばっかり、下世話なことねばっかり考えてしまったんですけれどもね。いやほんとそれぐらいすごかったっていうことなんですけれども、コンテンツが素晴らしいからといって、ジャパニーズトラディショナルカンパニーがいつもの10倍の広告費を出すとも思えないし、どこの金脈に TBS の営業さんは営業をかけたんだろうとか、もうほんとそんなことばっかりね考えてしまったわけなんですけれども、まあこの先に映画があって、このドラマの10話自体が前段だとしたら、まあちょっと納得いくんですけれどもね。いやでもほんと世界配信してほしいぐらいのクオリティですよね。しかも来週2話も25分拡大っていうことでね、もうどれだけの力の入れようなんだっていうのがね、そういうところからも伺えますよね。まあ本当でも勝負は2話以降かなっていうのも思います。まあともかくこのぐらいのクオリティのドラマって未だかつてなくないですか？なんかビバンの謎より金の出どころということで、今日はこちらを中心に語っていきたいと思います。まずはビバンの意味、そして私はビバンが組織だと考えるんですけれども、そのビバンのメンツ予想、そして堺雅人さん演じる乃木は2人いましたよね。ということで乃木 A、乃木 B、そして乃木の過去、あとはそもそも誤送金をしてしまったテロサイドの人間は誰かっていうところですね。そして後半は1話の名場面を語っていきたいと思います。まずはビバンの意味なんですけれども、CIA のお友達のサムが得体の知れない組織、不気味な組織で、誰がリーダーだか目的は何かがわからない、全くつかめていないというようなセリフを言っていましたよね。ということで1話を見た感じだと、私はヴィヴァンは悪いことはするんだけれども、なんかこうどこか正義のためにやる的なニュアンス、そういうのがあるんじゃないかな、そういう組織なんじゃないかなと思うんですよね。まあもしくはちょっと宗教的なことも絡んでるとか、そういうのもあったりしてっていうふうにも思わなくもないかなと感じたんですけれどもね。ということでビバンはビマンっていうのはどうでしょうかね。これ私本当にいろいろ考えたんですけれども、なかなかこうスカッとこう来る答えがなくて、ビマンという言葉はまあ発音は多分ビマンだと思うので、ビバンだとどっちかって言ったら美談とか2番とかそういう方が発音は近いですよね。なのでそこもねどうかなとは思ったんですけど、まあ、美満だとしたら、美満っていうのは一面に広がり満ちることっていう意味なんですよね。なのでまあその組織としたらちょっと意味的にもまあそういう部分もあるのかなっていうふうにね思って、うん美満かなっていうふうにちょっと考えたんですけれども、ただし今回1話の終わりの方でもうエンドロールが流れている時に、カオルがこんな日本語ありますって言ってるんですよね。ここが引っかかったんですよ。カオルって医師じゃないですか。なのでビマンってビマン性何々っていうこの病気の名前としてあるんですよね。医学用語でもあるっていうことなので、医師であるカオルが知らないわけがないと思ったんですよね。ピンとこないはずがないっていうか、まあわざと言ってるのかなっていうのだったらちょっと違ってきますけれども、まあそこがちょっと違うかなと思うとこでもあるんですけれどもね。まあ他に考えられなかったので美満を押したいと思います。まあだからね、カオルはもしかしたら医師免許持ってないんじゃないかとかまで思ったんですけれども、まあそこまでね医療行為をしている時点で、まあ免許を持ってなかったとしても分かってるはずだと思うので、やっぱりそれはないかなっていうところですよね。あとは発音的に言うとリハン、ちょっとかなり離れてしまいますけどね、リハンっていうのはそれまで付き従っていたことに
背くことみたいな意味なので、まあ、これもちょっとニュアンス的にありかなと思ったんですけどね。まあちょっともうこれしか考えられなかったですね。あなたはどう予想しましたか？そしてこれなんですけれども、それまで乃木と野崎と薫は屋上で話していたのに、わざわざ部屋の中に入ってきて、薫が炭をわざわざ吸って習字でこう書いたっていうところがね、そもそもなんか怪しいですよね。なので次回、あ、ヴィヴァンってこういうことかっていう時にこれを使ってるんじゃないかっていう気もしたんですよね。そう、この字自体がね、伏線なんじゃないかと。まあ例えば最初の VIV のところがバラして考えると、これローマ数字にも見えなくないじゃないですか。だから6と5、そして足して11で、アンとはまあアリっていう意味なので、まあ11匹のアリみたいな意味なのかなっていうふうに思ったり、まあヴィヴァンという組織の人数っていうのかな、それもありかなと思ったりね。6と5じゃなくても5と4で9っていうのもありなんですよね。でもまあ日本語っていうふうに言ってるので、これはないのかなっていうところですよね。そしてそのね、向きを縦にもしてみたんですけれども、ますますわからないというか解読できず、右の方はね、最初の文字はちょっとひらがなのくに見えなくないじゃないですか。だからなんとか読めないかなと思ったんですけれども、やっぱりピンとこない。そして反対側、逆の反転ですね。これは最初がなんかとまみたいに見えるんですけど、まあこれもちょっとね、しっくりくる言葉がないのでわからないと。とはいえね、この紙は絶対に何か鍵になってると思うんですよね。まあこの答えは来週確実に出てくると思うので、ちょっと答え合わせを楽しみにしたいと思います。そしてヴィヴァンのメンツ予想なんですけれども、皆さん公式サイトの登場人物っていうところは見られましたでしょうかね。あそこで人の名前が赤くなっているところ、全員じゃないんですけれども、そこをクリックするとウィンドウが大きく開いて、そのキャストが大写しになるんですけれども、その時に一瞬名前のフォントの文字のところがですね、大きさが一瞬こう膨らむんですよね。大きくなってで戻るみたいな動作があるんですよね。これ完全に仕込まれてると思うんですけれども、その文字が役名の人もいるし、芸名の役者さん自体のお名前だったりする方もいるんですけれども、それが変化する人っていうのがこの赤枠で囲った10人になるんですよね。なのでこの10人に乃木が入っていることから、この10人はヴィヴァンの組織のメンバーじゃないかと予想します。もしくはまあヴィヴァンじゃなかったとしても味方っていう風にね、ちょっと思ったんですけどね。まあ1話で情報が少ない中なんで非常に短絡的ではあるんですけれどもね、まあちょっとこういう風に予想しました。これね、本当にここんとこのドラマの傾向なんですけれども、迫田さんが出てきたらまず疑えっていうね、まあ、この法則ってあると思いません？ね、マークしてしまいますよね、どうしても。まあ、今回に限ってはちょっとヴィヴァン側なのかなと思うんですけどね、テロ側じゃなくて。ともかく今のところはこの10人はユースケの味方なんじゃないかと予想します。そして乃木の二重人格の件、これ多重人格とか二重人格って今は言わないんですね。ネットで調べたら解離性同一症っていう風な病名になるわけなんですよね。子供時代に適応能力をはるかに超えた激しい苦痛や体験がトラウマになって、一人の人間の中に全く違う人格が存在するようになることということで、まあまさにこの乃木の例ですよね。ここではのび太的なちょっとダメなキャラを乃木 A、 そして苦しくなると出てくる強めのねキャラを乃木 B としておきます。おそらくヴィヴァンなのは乃木 B の方なんじゃないでしょうかね。学生時代に、まあ、CIA にその後なることになった聡明なサムに近づいたのも乃木 B の方なんじゃないかと思うんですよね。そして乃木の過去、生い立ちについてなんですけれども、これはたびたびフラッシュバックがありましたよね。負傷した時にもこのね、幼い頃の夢を見たりしていましたよね。まあたびたび出てくるんでしょうね。この高梨さんと林遣都くん演じるこの二人は、まあおそらく乃木の両親であることは間違いなさそうですよね。そしてここはバルカ共和国、ここでまあ政府か何かの団体に
この家族は見捨てられてしまって置き去りにされてしまう。そしてここで両親は生き絶えてしまうっていうことなんじゃないでしょうかね。そして生き残った乃木だけが役所広司さん演じるヴィヴァンのリーダーに助けられたんじゃないかっていう予想なんですけれどもね。まあモンゴル語が喋れるのも馬に乗れるのもそのせいなんじゃないかと思うわけなんですよね。もうここは勘でしかないんですけどね。やっぱりこの役所広司さんとねニノが出てきたからには当然主役である乃木憂助とねがっつり絡むんじゃないかということからですね、この予想になります。そしてね1話のラストシーンで役所広司さんとニノがね出てくるわけなんですけれどもね、役名もまだ分かってないんですよね。まあ2人はおそらく日本人ですよね。ここではアリエルが亡くなったので娘ジャミーンの面倒を見ようという話をしているシーンですよね。モンゴル語で話しているんですけれども、この大地は悲しいことばかり起きると、いやこれまさに乃木のことも含めているんじゃないかなと思ったんですよね。もしかしたらこのニノも役所さんに拾われたんじゃないかっていう気もするんですよね。だからまあ本当の親子ではないっていうか。しかしニノってこういう服装とかこういう場所もハマりますよね。ということで現段階の予想は役所広司さんがヴィヴァンのリーダーである、そして乃木の育ての親なんじゃないかと、数年はこのバルカ共和国で育てられたんじゃないかと思うんですよね。そして丸菱商事で誤送金をしたテロサイドの人間は誰かということなんですけれども、最初に仮定したヴィヴァン側以外の人間だとするとこの3人になるんですよね。まあ普通に考えてこの丸菱商事専務の小日向さん演じる長野ですよね。あとは経理部長の原もそうだし、GFL 社長の有もね、まあ当然直接関わっていたわけだから、まあテロサイドの人間なんじゃないかと思うわけなんですけれども、まあこの3人はテロ側の人間と仮定しても良さそうですよね。小日向さんがただの専務で終わるわけがない。ということでそれらを踏まえて、今回1話の名場面を振り返ってみましょう。まずはこのね、砂漠の場面から始まって、そして一回遡ってからまた開始20分後ぐらいにこの場面に戻るわけなんですけれども、ここで最初に言った神様がアマテラス大神って言うんですよね、フルでね。まあこういう場合って普通は神様、仏様、キリスト様とかって結構略して言うじゃないですか。あえてね、アマテラス大神って言ってるとこがね、多少引っかかったんですけれども、まあ丸菱商事に入るくらいの方だったらこういうふうに言うんでしょうかね。いやともかくこの砂漠は実写なので迫力がすごい。このドラマは本当スマホじゃなくて大画面のテレビで見たいやつですよね。そして誤送金が発覚してからのこの丸菱商事での場面だから、中央アジアの無名な企業なんていうのはっていうふうに宇佐美は言ってますけれども、まあ大手商社はそもそも無名の企業とかとは取引しないですもんね。相当な信用と実績があっても、まあ社内基準とかがあってかなり厳しくリサーチしてからの取引ですもんね。まあだからまあ普通で考えたらちょっとありえないなとは思ったんですけれども、まあエネルギー関連の会社って本当うさんくさい会社いっぱいありますからね。本当さらにこの場面ですよ、盛大にねツッコミを入れた場面なんですけれども、まあこんな風にね画面にね1、10、100、1000万とかね考えるようなあのシステムの会社はまあないですね。まあ特にこの五大商社と呼ばれるようなこの丸菱のねモデルとなっているような商社ではもうまあ絶対にないと思います。だからねシステム障害だったらねありえると思うんですよね。まあ某大手ねメガバンもねシステム障害があったくらいですからね。ただ人為的ミスによってこういうことっていうのはまあほぼほぼないんじゃないかなと思うんですよね。そもそもねこういう巨大企業であればあるほど、まあ乃木さんは課長ですけれども、その上の部長に行って、事業部長に行ってみんなこうね、稟議で承認承認ってポチポチするわけなんですけれども、まあ、本部長に行って取締役に行って、まあ、関連の部署だったりコンプライアンスの部署の人だったりもその時点でね監査も額によっては入っていたりとかね、もうかなり大勢の人が
昔だったら反抗ですよね。今だったらそういう承認のシステムで承認ってやるんですけれども、承認をしたらやっぱりみんな自分の責任になっちゃうから、倫理書もちゃんとすごく読み込んで、まあ億以上とかだったら特にすごいですよね。それで、まあ、ちょっとでも落ち度があったら担当者にねフィードバックされて、記事をつけられて、で、まあ、ここはどうなんだああなんだっていう聞いてね、これは承認できないとかって、まあ、そういうやり取りがあるぐらいなので、まあ多分1億以上とか、まあ、10億だったらもうほぼほぼ社長決裁ですよね、間違いなく大きい会社だとしても。なのでちょっとこういうことを考えにくいし、社長までポチって承認をやるので、この末端の社員のせいになるっていうことはもうまずありえないんですよね。そもそもそのための会社じゃないですか。だからまあここの辺の場面見た時は、うん、これ大丈夫かなってちょっと思ってしまったんですけどね。多分ね、大企業にお勤めの方だったら皆さんちょっとそう思ったと思うんですけれどもね。あと金融機関の方からのフィードバックもあるかもしれないし、あとはまあそのぐらい額がでかいと、やっぱり金融庁とかもマネーロンダリングモニタリングチームみたいなのが実在しているので、まあそういうところのモニタリングも入っているので、まあまずないと思うんですけれどもね。まあそれを言っていたらね、ドラマにならないんで、まあここはねちょっとスルーしていきましょうか。そしてまあ責任を感じた乃木はバルカに飛ぶわけですよね。そしてアリの元に行くと、なんかバサバサってこう書類を落とした時に、これ一瞬スマホの電源が切れるじゃないですか。この時おそらく電源コードを自分のやつに挿したりとかっていう感じで細工してますよね。まあ2回ぐらいなんかねバサバサってやってましたので、まあ何かしら仕込んでますよね。なのでこの時の乃木は乃木 B なんじゃないかと思ったんですけれどもね。そしてこのバルカ銀行の前にいる時に実際データ送信してましたよね。なのでこれも乃木 B かなと。でここではアリが送金先は10社以上あるっていう風に嘘をついてるんですよね。なのでまあアリはもう本当にテロサイドの人間なんじゃないかとここでは疑ってしまいますよね。そしてまた乃木はわざとアリのね金のスマホをこう落とすような感じの仕草をして、落としてこう拭いて拾ってあげて渡してますよね。この時にまあすり替えてるんじゃないかと思うんですよね。一方丸菱商事の方では送金された時刻に誰が映っているかということを調べて、このね大きいモニターに乃木が大写しになる場面があるんですけれども、いやこの説明してる彼も実に日曜劇場らしい動きですよね。まあここでの乃木は、まあ、乃木の言う通りやってないんじゃないかと思うんですけれどもね。まあ、乃木 B がもしやってるということになると、まあ、その後の場面のね、あそこまでリスクを背負うことになるっていうのが、まあ、わかるだろうから、まあそれはないんじゃないかなと思うんですけれどもね。ちょっと今の段階ではそう信じたい。まあ可能性はなくはないですけどもね。そしてこの時にドラムとすれ違って GPS のチップ、盗聴器も兼ねてるんでしょうかね、あれをつけられるんですけれども、この後に乃木の特技で重さがね 10g 単位で分かるっていうのが出てくるじゃないですか。それで言うとこれをつけられたのは、これはまあ 10g 以下だから分かんなかったんでしょうかね。それかまあ乃木 B だったとしたら分かんないとか、そういうのがあるんでしょうか。ちょっとそこ一つ疑問に思ったんですけどね。そしてこれですよ、 CIA のお友達のサム。いやまずね、 CIA の人がいかなる事情があろうとも仕事上知り得たね秘密を人に話すっていうことは、まあお金も絡んでないわけだから、まあまずありえないとは思うんですけれどもね。まあそれも置いといて、まあ彼は何と言ってもルパン三世オタクということで、これも伏線なんじゃないかと思うんですよね。全面的にこのルパン三世サイドの公式の方も協力しているっていうことで、なんかすごくオタク部屋なんですよね。だからむしろこのドラマはこれなんじゃないかってちょっと一瞬思ったんですけど、だからヴィヴァンは狙った獲物を必ず奪う大泥棒的な感じではあるんですけれども、ただしそこには正義があったり、弱者は守ってあげたり、しかも人間味をダダ漏れさせながら本当の悪と戦う的な、ちょっとありそうですよね。そしてサムはその周辺のことを調べてたっていう風な言葉がねここから出てきましたけども、それはヴィヴァンのことなんでしょうかね。そしてお金は銀行がロンダリングしちゃってるんですよね、ダイヤにね。
や、これはアマン建設もこの銀行もテロ組織に加担してるっていうことですもんね。まあ、とにかく何が起きてもおかしくない国、これ CIA が衛星で管理してるっていうのも、これはリアルですよね。そしてこの時見てるのは、これ両親の写真なんでしょうかね。小さい時の写真かな。そしてついにダウンしてしまった乃木が、まあ乃木 B のねアドバイスによってライトをつけたところをアディエルとジャミーンに助けられる、この場面めっちゃ綺麗ですよね。いや、もうほんとこれ実写だけれども、なんか合成じゃないかって思わせるぐらい。そして先ほども触れましたけれども、アディエルのお家で持つだけで重さが分かる特技っていうのが披露されるんですよね。いや、これは完全に伏線ですよね。これこそがヴィヴァンのリーダーである役所広司さんに育てられた証なんじゃないかと。まあ、例えば法に触れるようなコーナーの重さを測ったりとか、まあ、銃に弾が込められているかを検知できたりとか、悪いことばっかり言ってしまいましたけどもね、まあ、いいことにも使えるのかな。まあ、ともかくこれ自体がですね、やっぱりヴィヴァンとしての英才教育の一つだったんじゃないかと思うんですよね。そしてね、その小麦粉多すぎ問題が解決して、ジャミーンがねうまくパンを焼けた時のこの笑顔、アディエルとジャミーンとは本当に短い時間ながらでしたけれども、心の交流、絆が感じられる、すごくいい場面でしたよね。そしてこのジャミーンという女の子は、人の善悪を見抜ける子っていうふうに言われましたよね。なのでカオルも乃木も善人認定っていうことでいいんじゃないでしょうかね。そしてアラブ系というパワーワード入りましたね。いや、これどの国の方が見てもそっち系ですよね。この立体的な顔族。そして今回1話の MVP は何と言ってもこのドラム君なんじゃないでしょうか。まあ、とにかく強くてとんでもなく可愛い。その上仕事もできるっていうね。いや、彼は元お相撲さんなんですね。林原めぐみさんの声もなんか妙にマッチしてる。ほんと実はテロ側とか嫌やでって思ったんですけど、まあそれはないでしょうかね。ただこんないい人が最終回まで無事にいれる気がしない。そして日本国のためにお前を守るっていう野崎。野崎がヴィヴァンの一員だとしたら、そもそも野崎は自分がヴィヴァンだと自覚してヴィヴァンを追ってるんでしょうかね。まあでも野崎もこの先難点もしそうな気はしますよね。そしてこのイスラム教のね、モスクでイスラム教式の祈りを捧げる乃木。これも養父である役所広司さんに生き抜く術として教え込まれたんじゃないでしょうかね。でもこのチンギスが怖いのよ。そして竜星涼さんの2ブロック来ましたね。最近ね、ちょっと役に恵まれてなかったので、日曜劇場の出演がすごく嬉しいんですけれどもね。この新庄はかなりいい役ですよね。チンギス笑ってても怖いのよ。そしてラストのここはもうほんとすごかったですよね。もうずーっとこう見入ってしまう感じ。スポンサーのスバルの車もあったようですね。エンブレムはね、撮っていましたけれどもね。いや、すごいですよね、ほんと。そしてこのね、もうラストのクライマックスのあたりでは、インド映画な感じもすごいある。最近のね、インド映画ってこんな感じあるじゃないですか。すごい迫力のね。見入っちゃいますよね。これ、阿部寛主役だな。ああ、可愛すぎる。でもね、この場面こそがフラグだと思うんですよね。もうみんながね、ドラム大好きってなったとこでね、こういなくなってしまうっていうありがちな展開じゃないですか。なのでね、もう野崎さん、なんとしてでも、まあ、乃木もそうですけども、ドラム君も同じように守ってほしい。ということで、1話段階の考察まとめ。1つ目、ヴィヴァンはヴィマンなんじゃないかと。まあこれはね、自信ないですけどね。そしてヴィヴァンのメンツは、公式サイトに出ている文字が変化する人、まあ、これも当てずっぽですよね。そして3つ目、ヴィヴァンなのは乃木 B の方で、4つ目は役所広司さんが乃木の育ての親なんじゃないかと。これはちょっと自信あるんですけどね。どうでしょうか。そして誤送金に関わってたのは3人いて、そのうち指示したのは専務である小日向さん演じる長野専務っていうことで、どうでしょうかね。あとはルパン三世なんかもこのドラマのね、世界観とちょっと通ずるところがあるっていうのもね、一つ予想なんですけれども。まあ来週
いくつかはね、答えが出ると思うので、楽しみに、答え合わせをしていきたいと思います。ということで、ビバン1話の感想でした。ご覧になったあなたの感想、考察もぜひお聞かせください。今期は他に同じ TBS のトリリオンゲームの感想動画も出しています。引き続きご一緒にビバンを楽しんでいきたいと思ってくださった方は、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など老後不安をなくす動画を出しています。50歳以上の方がいらしたらぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。